成長ホルモン投与を行った特発性低身長のお子さんと側弯症について、側弯症はあるんだけども問題ないようなものじゃないと。身長ビヨン医師学科生整形外科専門医身長先生こと田中です。今日もですよ、全身全霊でね身長に関することを発信していきたいと思います。身長と話したい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは側弯症と体質性低身長についてお話しさせてください。特に成長ホルモン治療を行ったらどうなったか、そういったところも踏まえてお話しさせていただきたいと思います。本日ね紹介させていただくのは2023年のボンジョイジャーナルセカンドメディカルスクールオブウィズンメディカルユニバーシティ、ウェンゾーってどこなんでしょうね、中国にあるそうですよ。ウェンゾーという地域のウェンゾーメディカルユニバーシティの本先生が書いてくださった論文ね、見ていきたいと思います。題名ですね、イディオパティックショートスタジオアンドスコリオーシスインチルドレントリティウィズグロースホルモン。すごいシンプルな題名ですね。成長ホルモン投与を行った特発性低身長のお子さんと側弯症についてっていうような内容でしょうかね。どんな論文なのか説明させてください。 The prevalence of scoliosis is not known in patients with idiopathic short stature。特発性低身長における側弯症の有病率、そういったのを分かってない。さらにですけども、recombinant human growth hormone、成長ホルモン治療を行った際もどうなったか、そういったことも分かってないので、私が調べましょう。そういった論文になっています。実際どのように調べたかっていうところですね。Total of 2053 children with idiopathic short stature and 4106 age and sex match children without short stature。2053人の特発性低身長のお子さんと、4106人の身長が低くない子たちを対象としてっていうのがこの論文になってきます。本文の内容になります。ここが細かいところ見てください。今回は2000人と4000人の6000人以上のお子さんを調べたようですけど、どんなお子さんかというと、平均年齢が 8.39 歳、男性が 56%、 女性が 44%、 そういった比率で6000名を調べてるってところですね。8歳ぐらいのお子さんたちの結果を見ていきましょう。 There was unexpectedly high prevalence of scoliosis。 特発性低身長の子は 33.1%、 身長低くない子は 8.52% ということですね。4倍近くの有病率を持ってたってことで予想外だったというふうに記載があります。どういう意味かというと、特発性低身長というのは特定の病気がないわけですから、手がかりがないっていうような説明が正しいと思います。つまりは手がかりがない以上は側弯症の有病率も変わらないというのがお医者さん的な予測になるわけですね。その予測を予想に反したって意味になります。私もすごくここ面白いと思います。ちょっとだけ細かいところお話しさせていただくと、イデオパシックっていうのは原因がわからないっていうふうにも言い換えられるんだけども、側弯症が有病率が高いということは何かしら理由があるというのもここからわかるような形になりますので、まあ、こういったのきっかけですね、遺伝子変異だったりだとか、そういったことが今後ね見つけられていくと、特発性低身長の原因もしくは寄り添う身長を騙すための手がかりが見つかるというのもここは言えるというふうに思います。ちょっと余談でしたけど、また読み進めていきたいと思います。4倍近くの有病率があるんだけども、 most cases were mild、 ほとんどのケースはマイルドだということで、側弯症はあるんだけども問題ないようなものじゃないと。例えば側弯症のカーブが45度以上だったりすると手術を検討したりだとか言われたりもするんだけども、そういったものはすごく少ないよって意味だと思います。ここはねさらに文章が続くんですけども、 Children withidiopathic short stature had a higher risk of the development and progression of scoliosis than the controls。 単純に有病率が多いだけでなくて、側弯症の悪化するリスクも高かったのがここの最初の文章になります。ここまでね、まだ成長ホルモンを投与してないです。ここから成長ホルモンを投与した話になります。 Without scoliosis at baseline, treatment with growth hormone significantly increased the risk of developing scoliosis。 側弯症のない特発性低身長のお子さんに関して言うと、成長ホルモンを投与することによって側弯症になってしまうようなリスクがあるというところがまず一つ目の文章になります。これも意外だと思いますね。ここまで文章が繋がってるんだけど、最後で急に文章が展開が変わってきます。 Treatment with growth hormone did not increase the risk of progression of the scoliosis, the need for bracing or surgery。 もともと側弯症がある子に対して成長ホルモンを投与を行っても手術がね必要だったりとか、コルセットするようなほどまで悪化することはなかったよってことですね。すごいね、最後で急展開なんですけども、そういった結果になったそうです。じゃあ最後ね、この方のまとめです。 The impact of treatment with growth hormone on scoliosis in children with idiopathic short stature was considered controllable。 注意は必要なんだけども、コントロールできる範囲でしょうというのは最終的に結論になっております。参考になりますね。ということで、最後私の実際の経験もお伝えさせていただきたいと思います。最近ですね、私の方でも側弯症に関しては結構注意を多く払っていて、初心時にですねレントゲンを撮影させていただいたりとかして、側弯症の有無をチェックしてます。側弯症はですね、特発性低身長だけじゃなくて、身長伸ばしたい方に関して言うと、 S 字のものでピンと伸びるだけでも身長伸ばすことができますので、側弯症についても治療検討してもいいんじゃないかというお話をさせていただいてます。ただし過去に側弯症の方で成長ホルモンを投与させていただく経験もちろんありますけども、そういった経験上からいうと、そこまで心配必要ないかなということで、コントローラブルというふうにこちらの方にも記載がありますけど、私もそこまで心配するものじゃないでしょう。ただし注意は必要でしょうというぐらいの理解がね、おそらく正しいのかなと思うんですけども、皆さん参考になりますでしょう。今後も精神治療に関することで、ね、全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。